兄上、そして姉上、改めてご結婚おめでとうございます。ありがとう雪村。だがまさか稲と結婚するとは思わなかった。いいえ、稲はあの出会いの時から予感していました。この方とはもしかしたらと。なんと、ならばあの時の私はとんだ邪魔者でした。途中で割って入って面目ない。いや、雪村が来てくれてよかった。あのままだったら討ち取られていたかもしれぬ。お二人とも何を冗談だ。稲が来てくれて真田の家は明るくなった。ええ、私も兄上も笑うことが多くなりました。信行様、雪村。さて、戦の前に長居をしてもお邪魔ですね。私はそろそろ失礼いたします。雪村、私が結婚しようが真田は真田、いつでも帰ってくるがいい。天下統一となったらみんなでお祝いをしましょう。雪村、くれぐれも。はい、ありがとうございます。兄上たちもどうぞご油断なきよう。信行らの活躍により徳川の大軍は真田領より撤退。家康は真田の強さを身をもって味わった。そこで家康は真田家と親交を結び、重臣本多忠勝の娘稲姫を信行に嫁がせる。一方、信長死後乱れていた天下は豊臣秀吉の手によって着々と平定されつつあった。秀吉は家康ら有力大名を従え四国九州を制圧。残る対抗勢力は関東の北条のみとなる。天正18年、秀吉は北条討伐を決意。腹心石田三成を豊臣軍の総大将に据えた。諸大名を従えた三成は北条の小田原城を包囲する。包囲軍には信行や稲姫ら真田勢の姿もあった。三成は北条が降伏しないと見るや総攻撃を指示。物量に勝る豊臣軍は瞬く間に二の丸まで攻め込んだ。絆の章、小田原征伐。この手で守ってみせる。兄上がいれば心強い。
二の丸までは進軍した。このまま一気に本丸まで突き進め。小田原城は難攻不落だ。その意味、てめえらの意味を教えてやら。味方が分断されたこと。連携を回復し、孤立した味方を救え。早く。どんな状況でも己の任を果たすだけだ。きっと稲もそうしているはず。信行様の軍と離れ離れに。信行様、どうかご無事で。三の丸の敵を撃ち、城の包囲を崩してやる。作戦は潰せたか。まったく、ヒヤヒヤさせてくれるんだ。息つく暇はあんず。豊臣の後継者のうち、良い混沌。ひねつんさま、お引きあれ。さ
真田が盾となる。忍びを止めましょう。燃やし尽くせ。敗北条件変更。うまく遠くに出たフロアに繋がったな。あとは私に。雪村は三成と親しく、お前は徳川の人だ。これも乱世を生き残る知恵だ。だが私は乱世をそれほど甘くも見ていない。そうだ、想定はしているのだな。豊臣と徳川が相争った時に起きる悲劇も。原田幸村、俺にやい。覚醒救援行為。厳しい状況だな。本当に引き込む。好きにはさせん。そんなまた出たよ。余興をにぎやかなホームで。このままでは父上が危ない。グルマを撃ち、捨てグルマの火を止めねば。愛想小太郎がかき回している今が抗議だ。豊臣の本陣をかすれ。そんなに突出なさっては。敵将討ち取ったり。猿の天下戦作業。父上、ご無事で何より。あなたの家だ。俺の守備は崩れる気配すらない。ここに来て撃つ手なしか。三成殿、私にお任せを。真田の槍で城門をこじ開けん。燃やし尽くせ。真田の戦、これに見よ。なんという気迫。逃げろ。もうより命の方が大事だ。開門。君ら助かったぞ。全軍雪村に続け。総攻撃だ。結束は永遠に不滅だ。あとは私に。北条の魂未だ尽きぬ。本丸へは誰も通さんぞ。愚か者が無駄に命を散らすつもりか。勝敗はすでに決しているのだよ。三成、他の車には内通者がいる。奴らの前に開かせよう。開門。勘弁を。よし、東からも本丸を攻め立てろ。信幸様、お怪我はありませんか。いいね、心配をかけた。これからは二人で進軍しよう。敵将討ち取ったり。身のこなし。敵将
これで少しは楽になるか。さあ当たってこい。雪村、また強くなったな。あとは押してまいる。よしよ、好きにはさせん。入るか、のほど知らずめ。敵将、討ち取ったい。真田君、我らの発想だ。真田の名、汚さずに済んでよかった。三成殿は精一杯戦っておられる友として、私は最後まで支えたいのです。ああ、そうしてやるといい。三成が良き友を持ってない。俺と一緒に乱世、こう思って見やがれ。あとは私が打ちやすこう。いざ尋常に勝負。一人では危ない。皆さん、少しの間待っていてくれ。真田の小僧どもが突っ込んできています。乱世に飲まれなきゃいいが。好きにはさせん。風はいい。真田の軍略堪能したぞ。敵将討ち取ったり。北条はここに滅んだ。秀吉様の顔に泥を塗らずに済んだか。信行様、三成様は大丈夫でしょうか。終始力が入っていたように思います。無理をしていたように見えた。秀吉様の代わりなど誰にも務まらぬのに。
信行、豊臣の世はいずれ崩壊する。三成の小田原攻めを見て何十万の兵を動員し敵を屈服させる。さような芸と秀吉殿にしか、そして秀吉殿にはいまだ確たる世継ぎがおられぬ。しかし秀吉様には子がいもおります。またご養子なれど秀次様もおわしますれば。秀次殿や子がいがまとまっておるのも秀吉殿、利家殿あればこそ。お二人なくばわしの目指す太平は一代限りのものではない。そんな世のためならばわしは悪人に。信行、お主にその覚悟はあろうか。わしが立たば豊臣と敵対することになる。雪村という男のことはお主が一番知っていよう。無理強いはせぬ。兄弟揃ってわしと戦っても構わぬ。だが稲の婿とて容赦はせぬぞ。わしはわしの代で最後にしたいのだ。親兄弟が争い殺し合う乱世を。家康様、私も覚悟を決め、私は徳川につき雪村と戦います。仲良き兄弟を相争わせようとはわしも悪人よ。